記述史は、クリストファー・プリストによる小説。1995年のジェームズ・テート・ブラック記念賞と、1996年の世界幻想文学大賞を受賞した。2006年にプレステージとして映画化された。映画版では、ボーデンとエンジャの出会いや、二人が確執に至る経緯などが変更されている。アンドリューとケイトは登場せず。 物語の結末も異なっている。アンドルーのもとに彼の先祖である記述しアルフレッド・ボーデンの著書が送られてきた。幼い頃に養子となり、今や養父母を実家族として慕うアンドルーにとって、曽祖,祖父あるいは曽祖,祖父にあたるアルフレッド・ボーデンの話は特別な関心を引くものではなかった。彼がボーデン家の情報として求めていたのは、記録上は存在していない。 彼の双子の兄弟についてのものだったからだ。アンドルーとその双子の片割れの間には、昔から感覚的なやりとりが続いており、相手の居場所を知ることこそできなかったが、アンドルーは、自分が一乱性ソーセージであることに確信を持っていた。ボーデンの本を送った女性、ケイトの屋敷を訪れることになったアンドルーは、双子の存在を尋ねられた上、彼女の先祖ルパート演者と、 アルフレッド・ボーデンの話を聞かされる。アンドルーたち双子の現状は、100年前に起こった二人の確執が原因であり、ケイトもまた自身の抱えている謎の真相を突き止めるために、二人の記述誌に何が起こったのかを調べているのだという。アルフレッド・ボーデンの回想録とルパート演者の日記から、互いが得意とする記述、瞬間移動の秘密を探り合った二人の確執と、その結末、 そして、アンドリューの双子に関する謎が明かされる。ありがとうございます。